短距離走、ステップタイムを短くしよう。どうもこんにちは、川瀬です。皆さん短距離走ね、走っているとですね、ピッチを上げたい、そうやってね、感じることもありますよね。この足の回転数のアップというのは、今日お話ししていくステップタイム、これをですね、引き上げることがね、とっても重要になっていきます。つまりですね、一歩で進むのにかかる時間ですね。皆さん自分のステップタイムどれぐらいかご存知ですかね。まあ、なかなかですね、測るの難しいかなと思うんですけども、動画などね、撮っていただいてですね、チェックしてもらうといいかなと思います。皆さんの方ですね、足の回転数ですね、ここはいまいち上がってこないとかですね、どうやって上げていけばいいかわからない。上げようとするとどうしても力んだような走りになってしまう。そういった課題に感じることもありますよね。今回はこのステップタイムを引き上げていくことでですね、足の回転数、ピッチをアップしてですね、トップスピード向上、そしてそれを維持する能力をですね、身につけていく方法について解説をしていきたいと思います。なので今回の動画ではですね、ステップタイムとは何なのか、そしてそれを上げていく方法、そして理想的なですね、設置時間、滞空時間の比率、このあたりにもですね、触れていきたいと思いますので、スプリンターの皆さんの中でですね、いまいちピッチが上がらなくてトップスピード引き上がってこないとかですね、どうしても速い選手と比較してまったり動いているような、ね、気がするという方はですね、ぜひ動画最後までご覧いただいて参考にしてみてください。このチャンネルでは陸上競技の短距離走を中心にですね、速く走るための練習の方法などをね、解説しておりますので、チャンネル登録をお済みでない方はしていただいて、別の動画もね、この後ぜひチェックをしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい。それではですね、まず解説していきたいのはですね、ストライド、それからピッチ。で今日はですね、このピッチのことステップタイムですね、呼びたいと思いますので、このストライドとステップタイムの関係性についてですね、お話をしていきたいと思います。はい。まずね、ストライドになってくるんですけども、これはですね、陸上をやっている皆さんなら聞いたことがもちろんあるかなと思います。一歩で進む距離になってくるわけですね。もう少し細かく見ていくと、右足の接地をしますと。で、次に右足が離れて左足の接地をしますよね。なので、この右足がついていた場所から左足がついていた場所、ここまでの距離になってきますね。まあ、重心地でですね、取る場合もあると思うんですけども、まあ、ここではですね、わかりやすく地面についている位置から次に足がつく位置、ここまでの距離ということでお話をさせていただきます。で、もちろんですね、このストライドの向上っていうのはですね、トップスピードを引き上げるにあたってとっても重要になってくるわけですね。世界のトップ選手でいうとですね、まあ、一歩で2メーター後半から3メーターぐらいね、進む選手もいるわけですね。このストライドに関しては、こちらの動画などでも解説をしておりますが、今後もですね、また動画ね、作っていきたいかなと思います。で、今回のテーマであるステップタイムなんですけども、このストライド、一歩で進む距離ありましたね。これにかかる時間になってくるわけですね。つまり、右足がつきます、右足が離れます、左足がつきますと。この右足、左足のついたところのかかった時間というわけですね。で、もちろんこのステップタイム、一歩でね、ステップを刻んでいく、歩数を刻んでいくというところの速さを上げていくことで、もちろんね、回転数ですね、ピッチの向上にもつながってくるわけですね。そしてもう少し深掘りしていきたいのは、このステップタイムの中身になってきますね。先ほどお話ししたこの1回転する間というのはですね、足がですね、地面についている間、もちろん片足になってくるので、片足支持している間ですね。それから、ポーンと空中にいる間と、この、なんで、接地機と滞空機と2つに分けられるわけですね。さらに細かく分けていくと、まあ、接地する瞬間、それから重心がその上を通り過ぎると、接地前期後期、それから滞空期であってもですね、まあ、誘客がね、後ろに残っている間と、前に引き出された間と、などですね、細かく分けることができるわけなんですけども、ここではざっくりですね、地面についている間、それから空中にいる間、この二つでね、考えていきたいと思います。で、ステップタイム分解すると、地面についている時間と空中にいる時間、この二つの時間に分けることができるわけですね。で、この二つというのは、理想的に言うとですね、全く同じがいいというわけではありません。どちらかというと、地面についている時間の方を短くして、滞空時間ですね、空中にいる時間の方を長くする。その間にストライドを稼いでいくという形をね、取っていきたいわけですね。トップ選手でいうと、この比率がですね、地面についている間が 40% ぐらい。空中にいる間が 60% ぐらい。まあ、4対6の割合ぐらいになってくるわけですね。まあ、この割合というのは、まあ、非常に理想的になってくるので、まあ、45% と 55% ぐらいですね。まあ、このあたりをね、目指していきたいわけですね。これが仮に 50-50、50% ずつだとすると、どちらかというと地面についている時間が長い、接地が長いという方にね、なってくるかなと思いますので、この割合というのを、できるだけね、地面つくのを短く、そしてその短時間で力を加えて、空中にいる時間を長くしたいと、こういった比率に変えていきたいわけですね。
それではこのステップタイムを早くしていくためにはどうすればいいか、先ほどのですね、理想的な比率、このあたりもね、求めていきたいわけなので、ポイントがね、3つありますのでお話をしていきたいと思います。まず、早くするためのポイント2つ目としてはですね、スティフネスを向上させていきましょうというわけですね。スティフネスというのは、足全体を硬いバネとしてね、捉えた時のですね、このバネの硬さをね、表す指標になってきますね。スティフネスが高い選手というのは、足をね、硬いバネとして扱えることができるというわけですね。つまり、地面についてですね、ぐしゃんと潰れることなく、次のね、誘客が前に引き出されてくると。なので、うまく地面に対して出力できる。そして、地面から力をもらってあげると。この能力が高いと言えるわけですね。短距離選手はやはりこの硬いバネとしてですね、足を使っていくことがとても求められるわけです。で、ことピッチアップですね、このステップタイム向上においても、やはりね、いちいちですね、このバネがですね、このバネが柔らかくて、沈み込んで伸びてを繰り返しているとですね、やはり上がってこないわけですよね。なので、着地の大きな衝撃に片足でしっかりと対応できる、支えられるようなですね、スティフネスをアップさせていくと。これがね、求められるわけですね。それから、ステップタイム早くするポイント、二つ目としては、誘客を回収する、このスピードになってきます。誘客というのは地面についている足ではなくて、こちらね、空中にあるですね、後ろから前にグーンと出てくるこの足ですね。なので、軸足はですね、地面に接して体を支えている間に後ろのね、足をですね、素早く持ってくると。で、トップ選手の共通点としては、この誘客のね、回収するスピードが非常に速いわけですよね。つまり左右の足が素早く役割を分担して入れ替わっていくっていうところが重要になってきます。それから、三つ目のポイントとしてはですね、突き急ぎは NG ですよというところですね。しっかり接地を待ってあげるというのがポイントになってきます。どうしてもですね、ピッチを上げようとするとですね、早く地面を次の一歩ね、捉えたいからといってですね、自分の重心より前に、つま先やですね、つま先が落ちたり、膝の下が開いたりして捉えるような傾向にあります。これ、突き急ぎという動作になってくるわけですね。自分の重心値がまだ進みきっていないのに、遠くを捉えようとしている。これ実はですね、ステップタイムをですね、向上させるわけではなく、逆効果に、ね、なる可能性がありますね。どうしても地面につく時間が長くなってしまう。先ほどお話しした通り、ステップタイムの中の割合見てみるとですね、設置時間が伸びてしまって、結果的にですね、このピッチ上がってこないわけですね。なので、早く足を回転させたいがあまりに、この突き急ぎをしてしまうとですね、ストライドも犠牲にする可能性がありますし、結果的にこのステップタイムは引き上がってこないというわけですね。なので、突き急ぎの動きをですね、修正をしていきましょう。それではですね、ここからはですね、具体的な練習の方法を紹介していくんですけども、先ほどね、お話しした通りですね、スティフネスの向上、それからですね、誘客の回収のスピードのアップ、そして突き急ぎをなくしていこう。ここにフォーカスしてですね、練習の方法3つだけね、紹介をしていきたいと思います。まず1つ目としてはですね、バウンディングですね。これはスティフネスの向上ですね。足を硬いバネとして扱うことができるか。ここにね、注力した練習の方法になってきます。一歩でですね、できるだけ遠くにね、跳ねていきましょうというね、バウンディングの動作ですね。一見ですね、ピッチアップというよりは、ストライドの向上のところにね、繋がってくるように見えるんですけども、やはり、先ほどお話しした通り、着地でしっかりと体を支えられなければ、ステップタイムの向上には繋がってこないわけなので、走るよりも、より片足に負荷がかかってくるですね。このバウンディングの動作ですね。例えば20メートルを何歩で行けるかとかですね。逆に10歩でどこまで行けるかとかですね。もう少し長い距離でですね、100メートルを何歩で行けるかとかですね。このあたりね、測定してみてですね、一つのね、指標にしてもらうといいかなと思います。まあもちろんですね、ホッピングとかですね、バウンディングホッピングを組み合わせたようなジャンプでもですね、OK なので、まあジャンプ系のね、まあ、プライメトリックストレーニングですね。このあたりは、このスティフネス向上にね、貢献するかなと思いますので、走る練習とともにですね、非常にね、重要視してね、やっていただくといいかなと思います。はい、それから二つ目の方法としてはですね、チューブを使ったですね、足を引き上げるところ、ここのね、筋力アップ、それから感覚の獲得ですね、これをやっていきたいと思います。チューブをですね、足の裏でね、踏んでいただいてですね、片方の足を引き上げていきましょう。まずはですね、ゆっくりその場でですね、足を上げてね、いただくといいかなと思います。この時にですね、つま先が下を向いてしまうとですね、チューブが取れてしまうかなと思います。なので、誘客をですね、後ろが前にですね、早く回収していくためにはですね、このつま先の向きを下に向けるのではなくて、つま先をね、前に向けていく。足首を背屈させていくという動作がとてもね、大事になってきますので、このチューブのトレーニングでも意識づけしながらですね、やっていただくといいかなと思います。これうまくできてきたらですね、例えば A スキップのリズムでやってみるとか、その場でね、もも上げ動作ですね、スプリントしてみるなどもね、OK ですね。足をね、引き上げてくる股関節をね、屈曲させるような筋肉にね、刺激入れるプラスですね、この足首の動きのね、意識づけ、このあたりもね、合わせてできてくるかなと思いますね。チューブでのね、トレーニングやって、その後ですね、例えばこういった平らな走路ね、移動してもらって走ってみるとかですね、まあ非常に足がね、後ろから前にね、持ってきやすくなってくるかなと思いますので、そのあたりのね、ギャップも感じながらですね、練習していただくといいかなと思います。最後、3つ目はですね、マーク走やミニハードル走ですね。まあ
スプリントのトレーニングのですね、王道になってくるわけなんですけども、皆さんのね、ストライドの 90% ぐらいのね、割合で、まあ、ちょっと狭い感覚ということですね。マークや、あとはミニハードですね。これ並べていただくといいかなと思います。なので、やはり目的としてはですね、誘客の回収のスピードを引き上げていくというところと、あとは、マークとマークの間に確実に足を置いていくので、突き急ぎのね、防止にね、繋がってくるかなと思います。で、もしですね、近くに緩やかな下り坂がある方は、この下り坂を使って、このマーク層とかミニハードル層とかね、やっていただくといいかなと思います。ストライドが自然に広がっていく下り坂の中でですね、歩幅をわざと制限してあげると。下り坂を下っていくことでスティフネスの向上にも繋がってくるかなと思いますし、合わせて素早い誘客の回収にね、対応できるようにもね、なってくるかなと思いますので、下り坂でのマーク層などもね、おすすめになっています。で、必ずですね、このマーク層とかミニハード層をやった後はですね、その感覚を確かめるためにもですね、マークミニハードを外した段階で、しっかりとね、平らな層で走っていただくのがね、おすすめになっております。やはりね、本番誰かね、ミニハードとか並べてくれるわけではないので、同じような感覚をですね、自分の中でね、しっかりと再現できるように、しっかりと調整をしていきましょう。はい。というわけで今日はですね、ピッチを向上させる、ステップタイムを向上させる、これをテーマにですね、お話をさせていただきました。まあ、足のね、回転数ね、引き上げていくためのですね、仕組み、しっかりとね、理解していただくといいかなと思います。どうしてもですね、地面を早くね、捉えすぎてしまったりとか、とにかくくる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 回しすぎてですね、地面に対してしっかりと押せないとかですね、出力できない。こういった方がね、多く見られるかなと思いますので、足を早く動かせるイコールピッチ向上ではないので、この走りの中でいかにね、ステップタイムね、上げていけるかってね、考えていただいて、まあ、今日、一部ね、トレーニング紹介させていただきましたけども、ピッチアップにね、つなげていただけるといいかなと思います。それではまた皆さんの走りに関するね、質問やですね、動画のリクエストありましたら、コメント欄もしくは LINE の公式アカウントから直接ね、メッセージをいただければ嬉しいです。ではまた。